兵庫市販学校は、第二次世界大戦中の1943年に、兵庫県に設置された市販学校である。本校は、兵庫県市販学校、兵庫県明石女子市販学校などの前身諸校を含めて記述する。教員練習所、豊岡県市販学校、鹿間県市販学校神戸市販、学校兵庫県人城市販学校級、兵庫県市販学校、 兵庫県第一師範学校、兵庫県三影師範学校、兵庫県師範学校兵庫県、第二師範学校、兵庫県姫路師範学校兵庫県、明石女子師範学校兵庫師範学校男子部校舎跡地前身の、兵庫県師範学校から引き継いだ、向こ群住吉村、赤塚さんのコーチを使用した。赤塚山コーチは、更新の新生神戸大学教育学部に引き継がれ、 1968年12月に、現在の六甲台に移転するまで使用された。跡地は1998年まで、神戸市立赤塚山高等学校に使用された。現在、旧赤塚山高地には赤塚山高等宿舎が建てられている。付属校は、現在も赤塚山に立地している。男子部岡は、向こ郡三影町の旧兵庫県。 三影市販学校校舎で発足した。校舎は神戸商業大学余科と同居であった。1945年6月の空襲で余科校舎は消失し、篠山の旧陸軍兵舎に移転した。旧三影校地は新生神戸大学に引き継がれ、三影文校となった後、神戸市立三影工業高等学校に使用された。前身の兵庫県赤石女子市販学校から引き継いだ。 赤市山下町の校地を使用した。赤市校地は、後進の新生神戸大学教育学部に引き継がれて、赤石文校となり、1957年の文校廃止まで使用された。付属校は、現在も赤石に立地している。神戸大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。